ナ姫。ごきげんよう、レミリア。順調に勝ち進んでいるみたいで何よりです。今も勝利を飾ったばかりですわ。ええ、今の試合は私も拝見させていただきました。勝利おめでとう。アルビオンの姫君からいただくにはもったいないお言葉ですわね。けれど、フェーダでは敗北を喫したのだとか。レミリアともあろうものがどうしてしまったのかしら。相変わらず耳の早いことですわね。あれはちょっと油断したというか。そして負けたのが悔しくて、相手の迷惑も考えずに無理やり再戦を申し出ていると。何を人聞きの悪いことをおっしゃってますの。私そんな卑怯な人間ではありませんわ。もちろんあなたのことは昔からよく知っています。卑怯だなんて一言も言っていないでしょ。あなたは卑怯などではなく、ウェーダに対して真剣で、どこまでも真っ正直な生き方。そんなお褒めいただくほどのことではありませんわ。私は貴族として当然の振る舞いをですわね。本当にどこまでも真っ正直で、まるでイノシシ。ただただ愚直なまでに前へ前へと一直線。そう、まるで私は考えなしのイノシシって。イノシシ？なんてこと言うんですの。ああ、そういえば日本のことわざにも似たのがありましたね。何だったかしら、アマネ。猪突猛進です。曲がったり引き返すことが苦手なイノシシを例えた言葉ですが、確かにぴったりかもしれませんね。あなた方、それ褒めてませんわよね。あら、褒めてるなんて一言も言ってませんけれど。まさかレミリア、自分が褒められてるなんて恥ずかしい思い込みを。あなたはまたそうやって私を手のひらの上で転がして。大体ユリナ姫はいつもいつも私のことをそうやって小馬鹿に。大変良いフェーダでした。あなたの思考、気迫、何より勝利への思いが私の心に響きました。スルーですの？私、何かユリナ姫の気に障ることしまして？私はお世辞ではなく、あなたの戦いぶりを立派だと思ったのですよ。さて、レミリア、試合に勝利したあなたが引かなければこの場は収まらないのではないかしら。それはそうですけれど、でも私はその方とぜひとも再戦の約束を。ああ、それなら早速明日叶うでしょうから、心配せずとも大丈夫ですよ。だってこのエアキトは私のユニオンの団員ですからね。ですから明日あなたも参加するユニオレイド戦で敵として相まみえることになるでしょう。本当ですの？だって今全然
して戦ってましたわよ。それはインバイトか何かでしょうか。間違いなく彼、このエアキトは私が招いた我がユニオンの切り札ですよ。一体何者ですの？どうしてユリナ姫のユニオンに？そうだよアキト君、どういうことなの？私とアキトはね、ずーっと前から今日のことを約束してたのよ。という日を私はずっとずっと心から待ちわびていたのですよ。会いたかった、アキト。あなたは私の王子様。あの頃と変わらないわね。もっとぎゅー。あ、アキト君、これどういうこと？どうしてユリナ姫がアキト君を？やるね、さすがアキト。面白くなってきたぜ。お姉様、それはちょっと大胆すぎです。姫様、こんな公衆の場で。早く離れろ、この絵アキト。絶対に話さないんだからね、私のナイト君。さあ、ここですよ、アキトさん。ユリナ様がフェーダで勝ち取った上位ユニオン専用の個室です。知ってると思いますけど、ここは学園生が会議とか調べ物に使う大図書室の中です。昔の劇場を図書室に改装した時に貴賓席を上位ユニオン専用の部屋として残したらしいですよ。久しぶりね、アキト。私、ずーっと今日を待ってたのよ。やっぱり背は大きくなったわね。昔は私と同じくらいだったのに。でも髪の感じは昔のまんまね。
綺麗な黒で、触ったら硬そうなのに、実はサラサラしてて。懐かしいわ、この感じ。本当にあのアキトなのね。本当にまた会えてよかった。あ、そういえばネギは食べられるようになったの？あ、まだ食べられないのね。もうそういうところは相変わらず子供っぽいんだから。でも可愛い。ユリナ様ったら積年の思い爆発ですね。でもそのくらいにしておきましょうか。アキトさんも困ってますし。はい、呼ばれなくても現れるユリナ様のメイドのマリエルと申します。これからよろしくお願いしますね。それよりユリナ様、それくらいにしておかないと周りがドン引きですよ。え、何よそれくらい。この私の目が黒いうちはあまり調子に乗らないことだ。いいな、この絵アキト。それではひとまず場所を変えましょうね。ここでは皆さんの視線が痛いですし。はい、行きましょう姫様。ああ、ちょっとアマネ、あなた何するの。勇者としてこれ以上姫様のそのような集体を晒すわけにはいきません。私だって夢にまで見たアキトとの再会を邪魔されるわけにはいかないのよ。夢は夢のまま取っておいてください。さ、行きますよ姫様。あ、最初の再会が大事なのに。ドラマチックなの、ロマンなの。助けてアキト、感動の再会が台無しになっちゃうから。お前は何もしなくていい。姫様はすぐにこの場よりお連れしますよ。そんな、せめてもう少し、もう少しだけ。ねえアキト。アキト、アキトと一緒がいい。姫様、他の学園生も見ているのですから、これ以上はご勘弁ください。あ、アキト。問答無用、ご無礼お許しくださいませ。いやありませんね。それじゃあ少しだけですよ。この後説明しなくちゃいけないことがいっぱいあるんですから。アキトさん、私はお茶の準備をしてきますので、
少しだけユリナ様のお相手をお願いしますね。ごめんなさい、アキト。その、あの時は私、アキトと会えたのが嬉しくて、少し舞い上がっちゃって。嫌われてしまったかと心配しちゃったわ。それで、あのね、アキト、一緒になっちゃったわね。いざ対面するとこうも緊張するものなのね。この瞬間を何度も頭の中でイメージしてきたっていうのに。改めて、アキト、元気にしてた？お久しぶりね。積もる話もあるし、きっと私に聞きたいこともあるわよね。もちろんよ。そのことはあなたのおばあさまにも話しておいたけど、聞いてない？まあおばあさまらしいわね。それじゃあ驚いたでしょう。あなたはもう私の騎士よ。これがあなたのおばあさまからいただいたお手紙よ。バルトークフェードで私のユニオンの団員として十分に実力を発揮できるようにということね。だって子供の頃に約束してくれたものね。私が困った時には絶対に力になってくれるって嬉しかったな、あの言葉。何を言ってるの、アキト？アキト、あなたまさか覚えてないの？私のことも？
それってどういう意味かしら。もしかして私が誰かわからないとか。そんな冗談よね。もうやだわ、アキトってば。それがいわゆるジャパニーズジョークってことかしら。私が手紙の相手だと分かって待ち合わせ場所に来たわけじゃなかったのね。分かってましたよ。ええ、こういうのも想定してました。だって昔のことだから。いいえ、勝手に期待した私が悪いのよ。だけどそれじゃあ、約束したことも覚えてないの？Ha ha ha!